暇だな。困ってる人がいないか探してみようぜ。に手伝わせるわけにはいきません。中は依頼の数が減っておりまして、こちらからご紹介できるお仕事はありません。冒険者協会ですらこうなのか。どうするんだよ、オイラたち失業しちゃった。ダメダメ、オイラは諦めないぞ。他の人にも聞いてみよう。聞こえてきてつい風の花について話してたんだよな。果物屋のクイーンか。お前はこの話に混ざりたいのか。いや、俺はただ風の花がタンポポじゃなくてフーシャースターだということを言いたかっただけだ。あら、クイーン、こんにちは。フローラ、最近君の店にフーシャースターを買いに来る人が少なくないだろう。
そうだね。ほら見ろ、全部俺たちフーシャースター派のおかげさ。フーシャースターはモンドの象徴であり、風車の化身として風と自由を代表している。風の花はフーシャースターに違いない。俺を信じれば間違いない。モンドに伝わる正当な風の花はフーシャースターだ。あら、そうだったの。こんにちは、ベア。風の花って確かセシリアの花じゃなかった？そうなのか。風の花がセシリアの花だなんて初めて聞いたけど。そんなわけない。確かに風の花の定義は物議を醸している。しかしモンドでは一般的に風の花はタンポポかフーシャースターのいずれかであると信じられているんだ。この2種類の花には独自の歴史がある。みんなに聞けばわかることだ。俺からすればセシリアの花なんて話聞いたこともない。何ですって？本当のことを言っただけじゃないか。そんなに俺を睨むなよ。あなたね、ふん、もういいわ。え？ベア？ベア？おかしいな、なんで怒ってるんだ。俺何か間違ったこと言ったか？みんなの風の花に対する認識はこれで合ってるはずなのに。喧嘩しないで。店を閉めた後に謝りに行こうかな。はあ、なんで怒ってるのかわからないけど謝りに行かなきゃダメだよな。ま、いつものことなんだけど。見て、あの二人、この祝祭の雰囲気とぴったりだね。ウィンドブルーム祭は自由、風神、恋人たちの祝祭だから。なるほど、そうだったのか。でも風の花が何なのかすら統一してないんだな。それもそうね。でもそれでこそモンド人じゃない？美食美酒、それと美しい花々。旅人、あなたが今回の祝祭を楽しんでくれることを祈ってるわ。楽しそうな祝祭だな。風の花に関する疑問はまだまだ残ってるけど、いろんなところを回ってこの祭りを見てみようぜ。今年のウィンドブルーム祭は誰がお花を捧げるのかな。私だったら。Kamar mandi. Cuci piring. Ah, Genyo Yaro. Itu orang ni ajar bang gak kira dah.どうしよう。ここで何してんだ？かなりの人が集まってるけど。いや、ちょうどいいところに来たね。全員僕の生徒だよ。どう？すごいでしょ。生徒？え？それって頭を抱えてるあいつらのことか？頭を抱えてるだなんてひどいな。みんな必死に
愛を表現する言葉を考えてるんだよ。意味がわからない、怪しい。君たちもウィンドブルーム祭のことについて聞いたんだね。お祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい？気に入ったかな？パイモン、君は？うまいもんをくれたら気に入ったって答えてやってもいいぞ。じゃあ気に入ってくれたってことでいいよね。ところで今暇そうだね。依頼もないし人助けもしてない、ただ真っ昼間からブラブラとしてるだけ。今身をもってそれらを体験しているってことはウィンドブルーム祭のことについて分かってきた頃かな。なんだよそんな得意げに。ウィンドブルーム祭は風神のみならず愛を求めるモンド人のためのものでもあるんだ。愛情を得るためなら祝祭期間中は何事も自分でやる必要がある。もちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいる。だから君たちが依頼を受けられないのも当然のことだよ。それがウィンドブルーム祭の伝統だからね。でも心配しないで、僕がいれば君たちが寂しく感じることはないよ。それにそろそろ君たちにもモンドの文化や風習を知ってもらうのにちょうどいい頃だろう。さあおいで、僕の助手になってくれないかな。助手？なんの？悩んでるこの人たちを見て。彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求めに来た。だからこうして授業料をもらって教えてるんだ。彼らが抱えている悩みを僕が聞いて、置かれている状況と立場に立ってアドバイスする。本当は僕がアドバイスすることになってたんだけど、暇を持て余してそうだから君に任せるよ。君はいろんな場所を見てきたでしょ？そこで得た知識や経験で彼らに協力してあげようじゃないか。ただ人遣いが荒いだけだろう。銀融野郎、まさか金にでも困ってるのか？ウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだ。たくさん買うにはお金を稼がなきゃいけないからね。やっぱりただの飲んだくれだ。じゃあ始めようか。もちろん僕も付き添うよ。君の横でヒントを出すから、僕のヒントをもとに彼らにアドバイスをしてあげて。楽で簡単な仕事でしょ。勝手に話を進めるなよ。そう言わないでよ。君はモンドの人々から信頼されてる栄誉騎士なんだから、君に活躍の場を与えるのは実に賢明な判断でしょ。いいかい、僕がこの動きをしたらそれは積極的に攻めていいという意味だよ。そしてこの動きをしたら現状を維持して焦らない方がいいという意味。最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情を使わない方がいいという意味だ。どう？覚えた？じゃあこの通り頼むよ。求めてるのか？オイラたちはあいつの助手だ。お前の悩みを聞いてやるぞ。せっかく心して詩人さんにアドバイスを聞きに来たのに、いきなり人を変えるだなんて。恥ずかしがるなよ。誰からアドバイスをもらっても思いを伝えるっていう事実は変わらないだろう。だから勇気を出してオイラたちに言ってくれ。そうだね。実はその好きな人がいるんだ。
マーラって言うんだけど、可愛くて勤勉で、時間があればいつも家の農業を手伝ってる。疲れると時々道端のベンチで居眠りをしたりするんだ。モンド城に住んでる子なのか？いや、彼女は清泉町に住んでて距離が離れてるんだ。それに僕の家の事情で、とにかく僕たちの家柄が違いすぎて父さんはずっと反対してる。でも僕はマーラと約束したんだ。会いたい時は星拾いの崖に行って星を見ようって。順調そうじゃないか。うん、だからマーラのことより父さんのことについて相談がしたい。父さんは保守的ですごく厳しいんだ。でもこれは父さんのせいじゃない。父さんと心の底から話したことがない僕の責任だ。だからもしこの機会に風の花を父さんに送ってちゃんと話すことができたら、彼女のことを認めてくれるかな。どう伝えるつもりなんだ？マーラの家は裕福ではないけど、彼女の優しい心と勤勉な態度はどれだけお金を払っても買えないものだってことを伝えたい。でも僕父さんに怒られるのが怖いんだ。怒られるのが怖いだなんて子供みたいだよね。そっか。そうだぞ、心に思ってることをきちんと伝えて、お前たちの愛をお父さんに分かってもらうなんていいことじゃないか。なるほど、分かった、ありがとう。でもお父さんに花を送るって言ってたけど、マーラには、彼女には何もないのか？あ、確かにそうだ。それに詩人さんには愛の詩を教わりに来たんだった。そうだね、彼女にも花を。うん、後で摘みに行くよ。アドバイスありがとう。私が花を贈りたい相手はセピロス騎士団代理団長ジン様よ。あなたたちはもうジン様を知ってるよね。彼女は本当に真面目で努力家なの。才能もあって仕事もできる。それでいて誠実で気遣いもできて、そしてすごく優しいし。ああ、わかったわかった。その辺は飛ばしてくれていいから。ああ、ごめん、ジン様の話になるとつい。明日になったら血と新鮮なタンポポの花束を用意して、ジン様の執務室に行って護衛の人に花を預けるつもりなの。でも花束とし悩むな。やっぱり名前は書かない方がいいかな。あれ、普通は名前を書くよな。なんでそこで悩んでるんだ？もしジン様が送り主の名前を見たら、絶対に私を探してお礼を言いに来ると思うの。でもジン様はいつも忙しいから、わざわざ私なんかのために時間を費やすなんてもったいない。この花束がジン様の机に置かれるだけで私は満足なの。でも名前がなかったら素性不明のものとして警戒される可能性もあるから、どうしよう。そうだぞ、素性不明のプレゼントなんて捨てられちゃうぞ。本当に？じゃあやっぱり名前を書くべきなのかな。何はともあれアドバイスありがとう、参考にするね。どういたしまして、頑張れよ。
主だ。お前の悩みは聞いてやるぞ。え、いいのか。じゃあ話を聞いてくれ。僕はモンドのアイドルバーバラ様が大好きだ。君も知ってるよね、セピロス教会で一番可愛いあのお方を。彼女は可愛くて優しくて、笑顔と歌でモンドの人々を支えてるんだ。バーバラ様が好きで、同じ気持ちを持っている同志たちとも友達になれた。そう、もう気づいているかもしれないが、僕がバーバラファンクラブの会長だ。ん、なんだか誇らしげに言ってるぞ。僕はファンクラブのみんなの思いを背負い、この特別な日にバーバラ様に祝福を送ることを誓った。もちろん僕は常識ある大人だ。アイドルの生活を邪魔することなんて言語道断。だから金融詩人と会うまでの時間でその方法をいろいろと考えたんだ。そしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で巨大な像を作り、サプライズで教会の裏口に置くことにした。だから詩の指導はもう必要ない。僕たちは自分の言葉で詩を書いて象と一緒に送るつもりだ。巨大な象って？建物を2階分くらいの高さになるかな。うん、でも誠意はこもってるだろ。バーバラ様が見たらきっと僕たちの心に燃え盛る愛があることを感じ取ってくれる。このアイディアどう思う？常識ある大人って言っておきながらすっごく非常識だぞ。え、でもプレゼントは印象に残るものにした方がいいだろう。でも迷惑すぎてお前がセピロス騎士団に連れてかれるぞ。そうなのか。でも、でも、でもじゃない。ああもう分かった分かった、アドバイスありがとう。僕はこれで失礼する。あいつもう行っちゃったぞ。他に悩みがある人。盛り上がってるな。俺も混ぜてくれないか。やあダイヤ、君も恋愛相談に来たのかい？最高の吟遊詩人は感情に対する最高のアドバイザーでもある。もちろんその点は疑いようもない。しかしお前は他の業務もやってるだろう。他の人に愛の詩を教えること？そう、お前が広場で生徒を集めてると聞いて俺も参加しようと思ってな。え、ガイアも愛の詩を書くのかよ。確かにな。それでも俺はプロから詩を教わりたいんだ。どうして？君は口が達者で僕の指導なんて必要ないと思うけど。単刀直入に俺を生徒にしてくれるかどうかだけ聞こう。もちろんいいよ。お金も稼げるし断る理由なんてないからね。よしよし、じゃあ今から俺はお前の生徒だ。生徒として少し要求をしてもいいか？やっぱり何か企んでたんだな。おいら分かってたぞ。なんだい？言ってみて。俺は生徒だから授業を聞くだけじゃなく課題をこなして詩の練習をする必要もある。知識を応用し自分が書いた詩を先生に見てもらう。それが正しい学習ってもんだろ。
それって吟遊野郎に生徒たちが書いた詩を添削してもらうってことか？そうだ、きちんと課題の詩を添削してくれれば報酬を出そう。それが俺からの要求だ。詰まるところ、簡単にお金を稼がせたくないだけでしょう。そんな、まさか。俺はただ授業を面白くしたいだけだよ。楽しいことをするのっていいことだと思わないか？ガイアは意地悪だな。でも詩の添削か。うん、確かに必要だね。僕もみんながどんな作品を書くのか気になるし。よし、ガイア、君の意見を採用させてもらうよ。お前はやっぱり融通の利くいい先生だな。でも待って、僕からも要求があるよ。うわー、お互いに条件を出し合ってるぞ。君の課題は丁寧に添削する。必ず上達することを約束しよう。その代わり、ウィンドブルーム祭限定のアップルフラワー種を授業料としてくれないかな。君とディルックの関係なら手に入れられるでしょ。おやおや、そう来るとは。しかし美酒一本で指導を受けられるのなら、この取引を逃す手はない。一本じゃない、三本だ。悪なき欲望、いいかな。ねえ、いいでしょ。問題ない。やったー、早く紙とペンを持ってきて。ウェンティ先生の授業が始まるよ。吟遊野郎のポケットから紙が、あれ、名前が書いてあるぞ。アルバート、エリン、マービン、ティマイオス、ベネット、ガイア。元気がいいな。君がベネットかい？元気があってよろしい。その情熱を大切に詩の創作をしてね。はい先生。冒険者も愛の詩を学びに来てるのか。うんうん、この授業は相当人気があるようだな。吟遊野郎がっぽり稼ぐだろうな。親愛なる生徒たち、大聖堂前の花壇に集合しよう。詩の創作に関する心得とテクニックをまんべんなく教えてあげるよ。授業の後は各自一作ずつ詩を提出してね。僕が評価してあげるから。それと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど、逃げようなんて思わないでよね。あとモラじゃなくてビシュで払ってくれてもいいよ。先生、俺への特別指導は？もちろん忘れてないよ。だからガイアは一番に提出してね。旅人、課題集めを手伝ってほしい。おい、そんなことまで助手がするのか？これはモンド独自の伝統文化で、君がウィンドブルーム祭に馴染むチャンスでもあるんだよ。君にこの祝祭を楽しんでもらうために僕がどれだけ頑張ったか。それに僕の報酬は君にも分けてあげるからさ。本当か？言う通りにするよ。じゃあガイアが課題を終わらせた頃を見計らって騎士団に行こう。それまで僕は生徒たちに授業をしてるから。旅人、君はこの機会にいろいろと見て回ってくるといいよ。モンド城の商人たちが祝祭に合わせたイベントをやってるから、ぜひ参加してみるといい。